タロ散歩チャンネルで、今ちょうど時間が2時30分、バスが3時何分だっけ3時50分なので、あと1時間20分ありますが、ちょっと小雨が降ってきた感じです。なんか傘を差そうかどうか迷うようなぐらいの降り方をしているというところでしょうか。とりあえずバスが出るまでのあと1時間20分、まあ、サマニの街を歩いてみましょう。まあ、今日は浦川とサマニの会ですね。まあ、じゃあ引き続きご視聴よろしくお願いいたします。でもね、なんかね、別にご飯食べるとかそういうんじゃないんで今日は、まあ、とにかく、うん、あ、そうだ、海行こうか。あの、危なくないあたりまでの海岸に行くという感じでどうでしょうかね。で、その前にですね、あの、ここまだあの襟裳町じゃなかった様似町の役場と、そして、スポーツセンター、まあ、体育館のようなものがあって、その前歩いてるんですけれども、いや、もう良心的なセイコーマートがここは5時から24時までやってるという、あ、しかもホットシェフがついておりますよ。いやー、もうなんか良心ですよね。北海道の良心でしかないですよね、セイコーマート。あー、まあせっかくですから、そうだな、なんかつまみながら海でも行きましょうか。まあ定番のフライドチキン買いました。あ、そうそう、あとね、お店の方に、あの、海ってどっからでも行けますかって言ったら、あの、どっからでも行けますって言うんで、どっからから行こうかなと思ってます。じゃあとりあえず、そこに信号があるので、信号を渡って、まあ、その辺から適当に海に行きましょう。便利な街ですね。うん、そうだね。じゃあその辺から入りますか。あれですよね、あの、こういうホームセンター系のお店ってだいたい軽トラ貸してくれるんですよね。あの、買い物したら大きい荷物とか、あとね、ここにもあるけども、こういった園芸肥料とか結構重いものとか持たなくてはいけないじゃないですか。特に冬前なんかは、あの、一応肥料を最初全部収穫した後に肥料を撒いといて、それで春に備えるみたいな、そういうのもあるん で, でこういうね、そう、軽トラね、買った方にはちょっと貸して、あの、で、家までこれ使って、あの、荷物運んでくださいって、あの、サービス結構ありますよね。で、その横を通ると本当に1ブロック2ブロックで海に行くって、このパターンなんですよ。結構なんかあちこちの街が2ブロック以内で街、あの、海に行けるなんていう、そういう街が結構あって、サマニもご多分に漏れず、そんな感じでした。すいません、ちょっと、まあ、団地の土地なんで、ちょっとそこから失礼させていただきますが、田舎あるあるで、まあ、別に悪いことしなければあんまりうるさく言われないというね。ああ、懐かしい。そうそう、こんな感じだった。本当にね、青空綺麗な日で、あの、20何年前に来た時は。でもね、今日は今日でね、またね、これは独特じゃないですか。まあ、時間はまあまああるんで、そうそう、こういうようなところでね、そう、海辺のこういうところに座って、あ、懐かしいな。すごいですよ、これはこれで幻想的。あの、天気が良かったっていうか、天気今日はこんなぐずついて悪くて良かったみたいな感じですよ。あの、近づかなきゃ大丈夫。ちょっと今日結構、うわ、ギリギリまで波やってきてんで、下は行かないといた方が安全ですね。わ、すごい。一応ね、見つけたんですけど、そっから一応降りれるっちゃ降りれる。でもなんか、ここ降りようとするんだったらば、なんか私自殺者と間違われそうなんでやめますよ。なんか、まあ、ほぼ自殺行為じゃないか、死にに行くような感じですからね。私死にたくないですよ。あの、少なくとも令和の次の元号を 見るぐらいは死にたくないですよ。あ、行けないのかな20年も経てば柵ぐらいついてます。あ、柵ついてるや。あ、ごめんなさい、行けないや。もしくは、あ、そうそうそう、こんな感じ、こんな感じ。で、まあ、波が穏やかだったから、こんなに波が来ることも、今日だってギリギリまで来ますもんね。そうそうそう、こういうところでね、そう、座ってなんかね、ぼーっとしてた記憶があるんですよ。懐かしいな。じゃあね、美味しそうだから、唐揚げでもいただきながら。こうね、あの、テコマの唐揚げをね、食べながら、まあ、ちょうど、あの、この岸壁置くのにはちょうどいいですからね。うん。物を置くにはちょうどいいんでね。あ、幅もあるし。よいしょ。うん。あの、荒波を鑑賞しながら、セイコーマートの、あ、
フライドチキンをいただくというね、ただそれだけの画像ですけれども、こんなのに何の需要があるのかわからないですけどね。あ、でもね、だんだん霧がねかかってきてね、帰り道が分かんなくなりそうですよ。まあいいです。今はとりあえずね、あのフライドチキンが美味しいことに、ね、あの集中すれば、国道に戻ってまいりました。あ、これね、これなんだこれ、あれですね、ホーマックの系列のお店で、後ろにはツルハドラッグ、そしてバスの行き先が上の区かって書いてあったんですけども、上の区に一瞬空目してしまいました。まあ、ということでここは国道ですけれども、そして後ろの方を見ますと、こちらの方に様似町役場が見えます。で、先ほど説明しましたこの観覧席、ハルクバージャイと、なんだっけ、ペリオトダイトとかなんかそんなような名前、あ、まあそこに書いてあるからいいや、なんとかペリオダイトか、なんとかペリオダイト、まあ観覧席、まあこの辺はそうね、ライブの時はこの話は黙ってたんで、まあこういうの好きな人は結構面白いかもしれない。私の動画ってどういう人向けなんでしょうね、それはちょっとわからないですけれども、どうなんだろうな。私の、なんか、昨日向いたものを紹介する、あと、ペリオドタイト。いや、でもね、そう、こういうふうにやっぱり、石をこう置いたいって、これが名産だよっていうふうに教えてくれるのは非常にいいですよね。でも、ちょっとね、冷たいんですけども、何分本当に10度ぐらいあるから、なんかなんていうかな、痛さがないんですよね。ああ、なんかひんやりするなぐらいの冷たさなんですよ。ああ、そしてね、なんか車の方はみんなライトつけてるや。まあ、あと1時間ぐらいで、まあ日も暮れちゃいますからね。さて、ここが、様似駅の入り口の道。で、信号を渡ると、今度は、新しく歩くところ、セブンイレブンはあるんですけれども、他のスーパーないのかな。なんか食べ物買うお店ぐらいは1軒ぐらいあるといいですよね。そしてですね、毎回恒例のお手洗いに行きたくなってしまった症候群が、これなんかそれらしい名前、ショーベンデルワーシンドローム、なんかちょっと微妙だな。まあいいや、ショーベンデルワーシンドロームにちょっとかかってしまいましたんで、お手洗いに行こうかなと。お、それはそれとしてですね、セブンイレブンのお隣がコープ札幌、いわゆる生協というやつですね、生活協同組合。いやー、すっきりしましたね。セブンイレブンでちょっとお手洗いお借りしました。で、こちらの方に生活協同組合があって、まあやっぱり街の中心部は、まあ、暮らす分にはそんなに不自由しないかなという感じですよね。じゃあまあ駅の方に戻りたいと思いますが、すこぶる何もない道を歩きたいと思いますが、でもね、ここはね、よく見るとなんか道道南郷線とか書いてあるよ。ここはですね、道道233新富様に停車場線、なんとか停車場というふうについてると、まあ鉄道の駅なんですよ。もしくは昔鉄道の駅があった、例えば南ポロ、あれ南ホロムイ停車場線かなとかね、今はないですけれども、かつて夕張鉄道の、南ホルムイ、後の南ポロ駅、そちらの停車場があったということで、なんとか停車場についてると、鉄道の駅があったというふうに読み取ることもできるというね、この技を知っておくと街歩きもなかなか楽しくなると思います。まあ、こういうところとかもね、道道233新富様に停車場ね、この17が何を表しているかちょっと分かんないですけれども、何かの17番目なんでしょう。お迎えに出場で、こちらがね、 JA 日高東いちご共同選果場って書いてます。じゃあこの辺いちごが取れるんだね、いちご農家さんがいるってことなんですね。で、郵便局、これがね、たまに郵便局なんで、町の中央郵便局的な役割なんでしょうか。で、まあ消防団、そしてちょうどたまに駅の反対側、駅舎の反対側を今歩いてる形ですけれども、ここが
苫小牧から続いた日高本線の一番最後の端っこ、こう端っこのこういうのを見るとやっぱりなんか物寂しさっていうのを感じますよね。なんていうかな、物寂しさ。ああここでなんか全てが完結しちゃったんだなみたいな。例えて言うならば最近で言うとあれですか、からかい上手の高木さん2を見ていた私が、ああまた高木さんの終わっちゃった、早く3期が来ないかなみたいな、そういうようなノリでしょうかね。うん、あまあ、高木さん知らない人ごめんなさいね。だからあとこういうあの線路の端っこのいいところは、この辺から道があればぐるりと回ってきて、線路の反対側にまあ割とスムーズに来れること、これはやっぱり便利でいいですよね。でやっぱりここの先ほどのね、気楽って書いてあるこの保健福祉センターのこの石もやっぱりあれですね、観覧席使ってる、なんか地産地消みたいな、そんな感じですよね。地元で使っている石っていうのも、でもそっか、日本って結構あちこち石出してますもんね。大谷石とかも有名ですし、観覧席もそうだし、あとなんだろうな、ああそう、秩父のセメントとか石灰石崩してますよねとか。そう、ただなんか踏切らしきものがないんで、なんか次のあっちの踏切って渡って戻りましょうというふうに言いたかったんですけれども、やめときます。ちょっと、うん、時間的になんかあったら嫌だなという感じですね。大変危険です、列車が通過しますので線路を横断しないでください。まあ一応ね、あのいつ来るか分かんないですからね。構内立ち入り禁止ということで、まあ、ただこれも廃止になってしまうと一応名目上やっぱりまだ鉄道の現役の駅ではあるので必要ですけれども、廃止になってしまったらここはまた入れるようになるのかな。いやもしかね、もっとね厳重に柵が張り巡らされるってこともあるけれども、そうでもね、なんだろうな、別に私北海道の全路線環状しようとかって思ってるわけじゃないんですけれども、なんか気がついたらなんか結構環状してるなっていうのあるな。で今日のこれで佐間に来たでしょ、これで日高線全部乗ったでしょ、それからあとねやってないのが旭川から知床斜里、それから厚岸から根室、それから釧路から帯広で、動画で撮ってないので言うと本当ね、あそこ本当ね、ニセコからおしゃまんべで、一応北海道は環状なんですよね、全部乗っちゃうんですよね一応ね。 なんやかんや結構乗ってるなっていう感じです。まああのやっぱり旅するときに使い勝手いいから、やっぱり使い勝手いいから使っちゃうんですよね。だから北海道内だったら、まあ、高速バスか、もしくは鉄道、まあ、あとは船使ったり飛行機使ったり、まあその時の便利なものを使えばいいというね。でそう、自分で車はもう多分もう運転しないんじゃないかな、よっぽどなことない限りは運転しないと思いますね。あの一応免許は持ってるし、免許の更新はちゃんとやってるんですけどね、まあ、実質今ちょっと身分証明書代わりにここ数年なってるという感じです。多分だからまたちょっと思い出したかのようにやればできると思うんですけども、でもまあまああんまり年いったら私もなんか結構体力がゴリゴリ削られてきてるような年になってきてるんで、まあ特になけりゃいいかなって感じかな。 そんな風に思えてきました最近は。これね毎度思うんですけれども、まあホーム側の線路がこっちじゃないですか、で手前にもう一個線路あるじゃないですか、これって何に使うのかなって毎度気になってるんですよね。なんだろう、これは、うん、まあいやまあ訳があって置いてあると思うんですけどね。ただそう、あの普段は使わないけれども、何か緊急の事態があった時にこれを設備としてちゃんと置いておかないと困る、結構困るぞっていうのはありますからね。そうだからあのやたらホームが長いあの駅とかもあるじゃないですか、あれも何かあった時のためとか。そうだから今のそう何でもない通常の時の事態だけを考えてっていうのは、さすがにね、JR 北海道もお金ないからといってもね、そこはねちゃんと想定してる。
なっていう感じがします。だから多少お金なくても廃止しない路線は廃止しないし、まあ、こういうところでもまあどう考えてももういらんだろうっていうのは廃止するし、こういう石とかも見てるとなかなか楽しいですよね。これはそのサマニで取れた石なのかそうでないのかっていうのをちょっと考えるなんていうのも楽しみかもしれないです。これなんかあからさまに あれじゃないですか、観覧席じゃないですか。だから何にもないってことはないんですよね。だから街がこういうことやってなくても割となんかネタはいろいろあるじゃないですか。だって山登りしてみんなネタ探してるじゃないですか。それと同じですよ。山しかないとか、なんかトレッキングで沼しか行かないとか、そんなようなと同じようなもんだと思うんでね。楽しみ方はいろいろあるかと思います。なんかあまりにも暇すぎて動画撮りながらなんかベラ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 喋ってるんで、やたら録画時間が長いのがちょっとここいっぱいあるんですけれども、編集するのが大変なんだよな、こういう時って結構バッツバツ切るから、バッツバツ切るのと、あとなんかこれも話として入れたいんだけれども、これ入れるとなんかすごくダラダラしちゃうなっていうのを結構削ったりしてるんですよ。だからなんだろうな、最近の動画はうわーっと撮ってあの半分ぐらいしか使ってないとか、まあ、3分の1、使っててもね3分の1削るとか、そんな程度丸々全部使うっていうのはほとんどないんですよね。実は割と削ってる、あの 思われてる以上に削ってます。実は今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタンぜひよろしくお願いいたします。ツイッター、インスタグラム、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。